水を飲むんだけど、だんだん照明が効く時間帯になってきましたね。多分でも俺らの時はつかへんと思うんで、そうね、そういう感じやもんな。続いてもいいね、こう陰影がね出てきますわ、だんだんと。ちょっと難しい言葉使ってモテようとするのやめてください。そういうつもりはない。しゃべっといて。しゃべるんすか。はい、これ間違ってないですか時間。いや、あの止まってますね。止まってますよ時間。僕らあと19分やることになってますよ。はい、やったぜ、ラッキーだぜ。それを僕らにやらせたらね、この昨日も45分ライブやの75分やったんですよね、僕らね。ありがとう、ありがとう、ありがとう。分かりました、ありがとう。この前名古屋でもやって怒られたんだよ。好きなだけやっていいよって言ったらね、イベントがね終わったのが2時だったんだよ。そう、ね、僕らが2番に出たからね、みんな長くなってったんだよ。怒られたよ、怒られた。みんな大阪の人がそういうわけじゃないですよ、僕らが好き勝手やってるだけです。そう、楽しいんだもんね。なんかなんか聞こえてる。嬉しい。なんですか。なんですか。あのそういうの言うんやったら一緒に歌ってもらっていいですか。もう満身創痍ですから。満身創痍です。満身創痍ですから。もう右足のアキレス腱が切れてますからね。あの左足でしたからね、完全にね。お前やね。天然が出ました。完全に言うだから左足だった。自分で転生するだけマシだったんですよ。ね、気づいてよかった。先あっちで次王座のね。あの身長測定やってるの知ってます？身長測定、次餃子、あなたの身長、次餃子何個分っていうの、あ、測ってないですか？リンゴ何個分のみたいな。あ、これ初めてやってテンション喋るの、それ画期的やな。あ、そうやろ、そうやろ、それ誰も考えつけへん感じやね。だいぶあるんちゃう？だいぶあって、俺12個やったんですけどね。え、やってきたんですか？やってきましたね。ちょっとこれ捨て、かわいいね。ありがとうございます。かわいい。なんかあのアツさんの曲にもね、はい、津餃子の歌ありましたけどね。ありますね。あの津餃子と津餃子ってちょっと似てますね。はい、ちょっと笑い待ちますね。どういう意味でしょう。いや、なんか、はい、もう一回言ってあげて。いや、もう一回言って。もう一回夢屋台でもう一回言ってあげて。あの津餃子とね、はい、次だったら面白い。あー面白い、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 あー面白い。今日はもうやりきったね、もう終わろうかこれでね。もう曲変ちゃうか。なんかそんな曲をねできたらいいね。なんかないですか、餃子以外にこうつける曲。僕らすぐ作りますんでね。すってでもいろいろあるんですよ。僕もさっきびっくりしたんですけど、あの吉田選手のね通らしくてね、レスリングのびっくりしました。レスリングの曲ですか。そういうわけじゃないですけどね。あの僕んちは決してアルソフに守ってもらってないんですけど、ね、こういう名刺出すのやめ。あかん、ね、怖いよ、いろんなとこ協賛してるよ、こういうとこね。ほんまにそう、俺も正論言ったみたいな、ね、便利便利。いいっすよ、いいっす。ほんまにね、このお祭り、すごくいいお祭りで、本当にね、こういうすごく大きな時もあって、そうなんです、ね、こういうことも、ね、募金もやってて、さっきもね僕見てたらすごく入れていってくれはってね、すごくいいと思います。さっきの自転車のおばさんもね、はい、入れて、いや、お姉さんもね、あの入れていってくれたりとか。そういうとこ上手よね。あ、いやいや、上手よね。そういう帽子かぶってるだけあって可愛らしさを売りにしてますね。でもね、あのこの舞台は今日はスペシャルでこうお祭りとコラボしてやってますけど、はい、あのいつもやってはるんですよね。おい、ちょっと間違いやばい。ほんまに大丈夫、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 大丈夫。俺らほんまに怒られるの嫌やねん。さっき10分って言われたから、僕らあと1曲しか残ってないんで。あと1曲ですね。ねえ、もうあの余裕持って。あ、やったぜー。上がってきたな。つい今度あの紫ワンマンやりますので、ぜひよろしく。そうそう。そうほんまにまたでも楽しくね、今度2とか4回1とか、その音カフェドンっていうところでですね、はい、ライブやらせて昨日いただきまして、はい、またこちらの方にも遊びに帰りたいと思いますので。はい、覚えてね。いやい、そこに書いてあると紫純ちゃんと鉄くんって言いますんでですね、お願いいたします。帰りその辺にいますのでですね、声かけていただくということをぜひ、はい、頭に置いていただきて、僕らの降りしたいと思いますんで、ね、なんか選挙みたいな時だな俺。やらしく、やろうか、やろうか。じゃあラスト曲いきます。皆さん一緒歌いましょう。幸せの曲、全然違う曲で始まった。何この全然違う曲。怖い、何それ、やめて、メンバーで困らすのやめて、それ。あ、イェイ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 、オープニング、あった即興で、あ、ウェイオープニング、チャンネルなんだ、オープニング。
まで言ってました。いや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 、もっともっといいね。なんだ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 、本当に怒られる気やろ、メンバー同士で本気で怒られる気やろ。このまま手拍子に変えていこうからね。それやったらさ、ひかるかさんね。あ、いいよ、なくなった。どこまで聞こえてんやろな、これは。つえきー聞こえてんか、それはさすがに。でも、つってすごい名前やね。つってすごい名前だなって言わせてます。だってもう、一文字の地名なんてなかなかないよ。あー、なんですごいんかな。うん、紫、ライブインツーやからね。間が難しいね。すごい欲しがってます。やろうか。いいよ。言ってもらっていいですかね。結構まだ取らないんですか。俺ら何やろ。大丈夫か。サビ行きます。一緒に笑って、一緒に泣いて、一緒に心通わせて、みんなで輪になって踊ったよ。もう一つ一つが幸せのかけらだね。一緒に笑って、一緒に泣いて、一緒に歌おう歌って、大好きな日、とびきりの出会いをありがとう。時間がないなら続けるよ。大きな愛と小さな勇気と、恥ずかしそうでもちょっぴりお茶目なその笑顔と、難しい準備なんていらないさ、それだけあれば幸せのかけらが。 Oh baby、 本当の気持ちを誰かが聞いてくれたり、強くて深い絆が生まれた。皆さんで曲歌いましょうよ。簡単ですから、心の中の自分の声が、自分の声きっと大きな嬉しさを隠せない。その感じでサビを分からないながらに歌う。一緒に笑って、一緒に泣いて、一緒に心通わせて、みんなで輪になって、と思ったよ。もう一つ一つが幸せのかけらだね。一緒に笑って、一緒に泣いて、一緒に歌おう歌あれ。大切な時間、大好きな国、とびっきりの出会いを、はい、最大の無茶ぶり、全員で歌うように。なんで歌えるんだ。記憶力がつぼした。それ素餃子がいいのか、素餃子が効くのか。幸せ、もう一回一緒に、足、いいぞ、やめとこうかな。大切な人、大好きな人、とびっきりの出会いを、ありがとう、後があるから終わりますよ。とびっきりの出会いを、ありがとう。その人とうまくやっていけそうです。また来ます。 CD よかったら見て帰ってください。ありがとう。
イエーイ。